あーやばここ、うわめっちゃ赤くなった画面が、えすげえちょっとねちょっとやばいってそこで時期作ろう、終わらんよ。まあ皆さんとりあえずこのスライド式ドアでも見て落ち着こうよ。そうね、かっこよすぎるぜ。ちょうどこの上の、あーそうだね、ちょっとちょっとここのここのこの誰のせいだ、このチビのせいか、絶対この SCP-019 だな。うざいそいつ、頑張って殺さないと。駆除しています。Thank you next my fucking bitch。 俺このさ壁このスケスケちょっとダサいと思うんだけど、どう思う？スケスケ壁はなんか壁の方が良さそう。ちゃんとあーそれこれ床じゃね、床の方が良くない？これぞ K1 って感じよね。いやいや、この檻から出てくるんだってくせじゃあ檻に閉じ込められてて、あれもそうじゃん、うん、トリコのバトルウルフが初めて現れた時の戦いもそうじゃん、ね、確かに。エレベーター来る、エレベーター、エレベーター、この檻が下から上に上がってきたよっていうこの裏設定を作らないと。うまいもんたち呼んでるぜ、食えば食うほど溢れるパワー。さあゲートできましたよ。俺もうゲート作らしたらもう今日本で13番目ぐらいにうまそう。もう一回 RTA みたい、ゲート作る、一回壊すよこのゲート。相当なタイムがね、予想は測るわ、30秒。じゃあ測りますよ、いいですか？ OK、 よーいスタート。おおすごいすごい、はい、早い、すごいすごい、記録9.4秒。これも日本3番目ぐらいよ。で、あとは TP 何すればいい？今日の YouTube はこの昨日ね作った牛からなんか牛乳取れるのかやっていきたいと思います。あ、今日の、はい、いきます。壁がさ低くてさ、昨日そうちゃんと話してさ、壁が低くてなんかテーブルみたいじゃねみたいな感じだったから、壁上げればいいんじゃない？なるほど。何ブロックにする？お好み？ダイヤ。やっぱりここはあえてマインクラフト感を出すためにダイヤモンド鉱石なんてどうでしょうか。決まりですね、ありがとうございます。鉱石なんだ、ブロックじゃなくてブロックじゃなくて鉱石なんだ。めっちゃめんどくさいね。俺今感性のままに置いてるんだけど、タクパン怒るかな？いや怒んない。じゃあ山田ダイヤ置く。それは怒んじゃない。どれ？あー急にチャッチくなったね。嘘ー。それ黒に金だよ。あー黒に金がチャッチーに決まってんじゃん。いやちょっと分かり合えんわ。いや俺マジで今インスピが湧いてきた。どうせそこにおかん作るんだろう。いやちょっと見てなってすごいから、僕ら。いやまだ変なブロック置きすぎちゃう。感性のままだよ。山田の色のセンス無駄によくて笑うわ。おぉおぉ、うぇー、はめてもらいました。え、じゃあ横の黄色と黒どう思いますか？俺は山田の方が好き。もう一生タクパンチャンネル出ません。まあ今回僕がタイトルにしたいのは、まああちらが ET なので自転車を作りたいと思います。自転車 ET 作ってる？ ET じゃないって。 ET でしょ、それでも。違う、俺はネタバレするとこれゼクロムだから。ゼクロムで反対側にレシラムを作ろうとしたの。俺はレシラム、なんでブラックホワイトのダイヤモンドパワーでしょ。そこはそうだよ、作りづらいだろタイパは。シャーナシシロって作ってやるよ。やった、伝わった俺の熱い思い。やばい、天才かもしれん。センタルだな。めっちゃセンタルくない？これやばいでしょ。勝ったわ。あの勝った。でか、なんかでかないですか？レシラム勝ったんだ。偉大に作らなきゃダメでしょ、レシラムさんなんだから。お前規模感間違えるなよ。俺そんなちゃんと作るつもりなかったからな。見てわかる通り。あ、なんでそんな赤色なの？許せんわ。じゃあ山田エメラルドっけ。ちょっとダサくなったね。これゼクロムじゃないからね、言っとくけど。あれ違う、ハルロムだから。
ダサい、本気でダサい。でーかめっちゃでかい。でかくないって、どこがでかいん、これの、これどこの。じゃあ反対と比べてだよ。そう、反対って何。あっちのゼックルさんのハルロムよりでかくしたらダメだよ。ハルロムと同じサイズ作るんだよ。 そこはちゃんとフェアにね、いかないと。ヤマラムか、ヤマラム。やめろって、お前、まあ、中は別にそんなあれだけど、中にこれちょっと展望台を置こう。お見ないといけないんだよ。そして戦いを、試合そっから見なきゃいけない。窓ガラス取ってきて。しゃあないな。あるかな。やばい、ここ絶景スポットすぎる。天才か。やばい、マインクラフトに奇才現る。おお、やばやばいくらい。ああ、いいわ。あ、いいんだ、すごい。ハルさんもそっち展望室を行った方がいいよ。え？展望室？展望室？展望室置いた方がいいよ。その自分が戦うときここに。ああいいね。ああなるほどな。てかさ、観客席作んね。あり。なんか一部でいいからさ。ああ、まあちょっとね。見たいよね、俺らちゃんと。じゃあなんか、まあ何マスごとにして、四マス。ここだけにしようよ、じゃあ。そう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 。そう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 。でも山田、これどうやって登んの。まあ普通に飛んで登るのか。この尻尾が階段になるわけですよ。え、おっ、つなんかうせえろ頭悪い。なんか作りたいけどな、やることないな。中性子に色がないから光反射しないから。君も壁張ろうよ、じゃあ。ん、あそこ手伝おう。じゃあでも全部この黒曜石でいいの。いや、そこはね、完成でしょ。あ、もう10、よし、完成、完成。ツルハシ潰しすぎて、やだーって人は虹色のシャベル使うおすすめですね。マジですか。ちょうどいい。ください。何そのハウルさんのブロック、すごい。メジャーアイブロックってのがありました。おお、ほんとに。こんなチートブロック使いやがって。こっちはクォーツ一択だぞ。クォーツ精神、ジャパニーズクォーツ真心にしてやる。ジャパニーズクォーツって何。わかんない。お前もそうやってバカにすんのか、ジャパニーズクォーツを。なんだろうね、すげえ小麦色だなって思ってさ。でしょ、めっちゃ小麦じゃないこれ。わかるでしょ、この2ブロックだけで。めっちゃ小麦だわ。灰色ないっすか、灰色。灰色。全自分寄り添いたがるってある。確かに。はい、じゃあ灰色あるやん。この壁あるやん。壁灰色で。あ、でもソーシャンだらけじゃん。ずる。ずるいなぁ。お前自己主張しすぎやろ。トイレが。トイレ椅子にする。トイレ座ってみ。出れる？外に。外に。降りれる？降りれますね。ウェイ。いい感じ。グッチのトイレ感ある。あぁ。ハロハロそっち。後ろこれ貼ったらいいじゃん、山田。この黒。これ綺麗だよ。やめてよ、そんな。ダサい。ダサい。あ、どうやもう。待って。ダサっ。うざすぎる、それは。めっちゃダサい。何や、このなんか。何や、このインテグラルみたいな腕してんの。パブラザーラー。何言ってんみんな。え、俺ミュートになってる、大丈夫。行くよ、行くよ、行くよ。じゃあもう一回行きます。もう一回行きます。登場ができたよー。はいはい、あ、そうやって言ってたんだ。さあ、ということで皆さん、はい、まあちょっと僕まだカメラに映してないんですけど、まあみんなで頑張って作りました、闘技場。そうですね、もう疲れましたよ。ちょっと見ていきましょう。見ていきましょうか。言います、俺たちが作った闘技場はこちらだ。ブーン。うわ、かっこいい。かっこいい。じゃあ何から紹介するか。じゃあちょっとまずいろいろ部分部分で作った人が違うから、ちょっとじゃあまず現場監督、総監督のタクパンくんからちょっと見どころを、タクパン的見どころをちょっと紹介していただきたいなと。僕的見どころですか。まあ、そうですね。まああのやっぱこう8本の柱。じゃあちょっと次僕行っていいですか。どうぞ。僕はなんと言ってもこのハルロムですよね。ん？何？ハルロム。ハルロム。もう一回言って。いや、ハルロムはハルロムだって。ん？ハルロム以上でもハルロム以下でもない。ハルロム。小麦なんか特段紹介することある？
ここ、ここ、ここ。全然ないよ。じゃあ、じゃあいいや。そうちゃんは、そうちゃんも柱頑張ったんだよね、基本。頑張りました。なるほど。じゃあ、山田くん、どうぞ。まあ、1時間はね、これないと語りつかすくつくせたかったんだけど、気づきある。まあやっぱ、なんて言っても、この、ヤマラムですよね。おう。まあ、やっぱり今ではね、飛ぶのが当たり前になったんで、みんなここに入るときはもう飛んで、尻尾の部分からこうやってね、入れるようにしてあるんですよ。そしてあとはこのビップルームで試合を観戦できると。おぉ。おぉ。すごい、見やすい。あ、そう、一番大事なところ忘れてた。一番大事な、ほら、みんな、もう忘れちゃったの。あ、それね。大事じゃん、めっちゃ。ウェーイ。そういう、あ、ごめん、拡散忘れてた。拡散なんかしたっけ？あ、俺この檻作った。エレベーターでしょ。ああ、ここか。うーん。このエレベーターがある設定ね。そう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 。この下に、いつもは SCP が収容されてんだけど、うん、戦わして、あ、戦わして、金かけて戦わしてってなった時に、ウィーン、ガチャに上がって、なるほどな。ここに来て、で、ハルさんのこの作ったこのドアでね、みんなで戦うっていう。なるほど。まあじゃあそんぐらいか。うん。言うほどだな。言うほど。まあそんなところでじゃあやっていきますか。ガチャガチャ SCP バトルをな。よっ。闇のデュエルを始めよう。さあそしてまあとりあえずルールをね説明します。ひとまず、はい、まずみんな一回ずつで地味な SCP は抜いてて。最初みんなに見せたここのチェストに